駅長として校内放送をされたり、こうやって、ファンの皆さんとの交流がありましたが、今日の一日振り返って。これだけの、人数の方々が、これだけの人数が来ていただいて、すごく嬉しく思ってたんですけど、あの球場にもたくさん来てください。特に平日もお願いします。それでは最後に来季に向けての意気込みをお願いいたします。来季はチーム自体は、優勝という目標で、みんな頑張ります。個人的には、怪我なく1年間、先発の、ローテーションに入って10勝以上勝つことを目標にして頑張ります。そして、この地下鉄を乗って特に平日も来てください。お願いします。